はい。それでは、ネットワークビジネスの話をしようかと思います。ネットワークビジネスで代表的なのは、アムウェイというところとかね、ニュースキンというものだと思いますけども、この2社のことを私は詳しく知りませんので、今回の動画にこの話は出てきません。はい。タイトルだけでございます。で、多くの方がね、楽に儲かるというキャッチコピーで、ネットワークビジネスに参加されるんだと思います。不労所得とかね。で、こういう方の思考ってのは、うん、楽をしたくてお金をいっぱい稼げればいいのになあって非常にね、浮っついた気持ちなんですよ。 この浮ついた気持ちにガブッと噛まれるんですよね。で結果どういうルートを通るかというと楽もできないし儲からないっていう風な人生を強要,強要されてしまうんですよ。どうですかね楽に儲かることを求めた人が楽でもなくて儲からないような道に自ら選んでクリックして入っていくって姿これはですねこの心理はそのままネットワークビジネスからネットビジネスに引き継がれているんですよ。でそういうところを利用して多くの情報発信者さんは過激なタイトルをつけるわけですね。 私の動画のタイトルどうですかねうんなんかね、一瞬で儲かりますみたいなタイトルがないわけですよね。そんな話もしないんですよ。どっちかっていうと、そういう話を否定してるわけなんですよ。で、私はあらゆるビジネスの、今ではね、プロとしてですね、やらせて,てもらってますけども、確かにね、楽にこの1億円とかに到達する道はないです。というのが、多くの方がセールス苦手なんですよ。集客苦手なんですよ。だからそれをやりましょうって言うんで、楽なわけないんですよ。楽しいわけないんですよ。 だからね集客が好きとかこうやってね動画で喋るのが好きみたいな人は珍しいんですよだからそういう方にとっては楽ですよだからそれは嘘ではないと思いますけどもただね圧倒的大多数の人は人前に出てしゃべるってことは苦手だし人に自分の商品をセールするなんて苦手だしましては自分の商品を作るなんていうのはどうすればいいか分かんないわけですよそれをね簡単ですよって言ってのける人の心が分かってないセールスマンが多いから私はあんまりね そういいう人たたちとと組みしたくないなは言ってもですね情報発信者として自分は情報の世界で生きていくんだそれで自由なお金自由な時間そして多くの人に、えー、提供する喜びっていうものを実現したいんだと思う方何をすればいいかってことをこれからお話し,しますこれが1億円の道になりますまずはですねトーク力ですねしゃべる力を鍛えていきましょうこれは普段 身の回りの方とどのののようにに喋っってていくかにも多くかかかも多きます身の回りの方がね例えばあの普段お付き合いしてる方がありがとうねすごい助かったすごい便利なことを知ってるんだねっていうことで感謝されてるかどうかなんですよただたあいもない挨拶をして誰かを叩いてるだけでは喜,び喜んでくれませんだから目の前の人が何に困っていてその解決のためにどんな情報を提供できるかってことをいつもやってればトーク力が鍛えられます で次、行動力ですね。<laughs> 失礼しました。これ私がね、よく言うことなんですけども、お金を持っていて権力を持っている人って、団結すごいする力があるんですよ。お金を持った人同士、権力を持った人同士ってね。でむちゃくちゃ強いんですよ。しかも行動力があるんですよ。ね。そういう人たちに対して、普通の我々がですね、団結力もない、行動力もない、まあましてお金もない、権,権力もないですよね。勝てないですよ。だから少なくとも、 人の足を引っ張り合うんじゃなくて協力し合う自分の身を捨てて協力し合うっていうそういうふうな視点を持つとかねそれからすぐにやってみるっていう行動力これぐらいは持とうかなと思うんですよはい1億円に向かうための要素としては行動力っていうのが必要になってきます次信頼させる力信頼関係構築力ですね目の前の人に圧倒的な信頼を寄せていただくために自分が何ができるのかなってことですよね これはだからトーク力とかそれから行動力っていうところにもかかってきますけども総合して信頼関係構築力がありますかってことなんですよねそれがあればですね MLL だろうがネットビジネスだろうがどんな商売だろうがねうまくいくんですよでそのために必要な要素って何かっていうとやっぱ伝える力トーク力っていうのは伝える力ですから自分の思ったことが正確に伝えられるかどうかってことをトレーニングしなければなりますよねそれから人を集める力ですよねおい集まれって言った時に どんなものを客寄せパンダとして、えー、餌としてですね悪い言い方すれば人を集めることができるかなその餌をどのぐらい持ってますかってことなんですよ例えば自分に圧倒的な特技があって逆立ちが3時間できますよとかね、えー、なんかその早食いでこんなに 4kg ぐらいのアイスクリームを10分で食べれますよみたいなのがあったらそれは人が集まるでしょ要するに特技です。 あなたは人を集めれるだけの特技がありますかってことが問われてるわけなんですよ。何の特徴もない方っていうのは特技で人を集めることができません。まあ、そうなるとですね、継続力で人を集めることができます。続けるってことは多くの方が本当にね、できないと思ってることなんですよ。だから継続する人に信頼が集まるんですよ。あなた自身は継続をした経験がどのくらいありますかってことですよね。野球部に3年いました。野球部に6年いました。これは結構やってる人が多いんで、あんまり継続力には 影響を及ぼさないです10年の単位で何かをやっているか特にねそこで何のメリットもないのに10年やれたっていうところが逆にすごいわけですよ。メリットを受けつつ10年もすごいですよ。でもやっぱり何の得もないのにファンもついてないのに一つのことをコツコツできるかどうかってところもね実は継続力っっててものにかかってきます,すべからく人は何かを継続してるんですよね。それが世の中に役立つことか 立たないことかわかりませんけども、何かを継続しているのは確かなんですよ。お。だからね、何を継続しているかってことを、この辺で振り返って、棚下ししてみるのはいかがかなと思います。えー、最後になりますけども、結局はビジネスでうまくいこう、楽をして稼ごうと思ったら。どれだけ人に尽くせるかってことがキーワードになってきます。うん、で、今日はね、三つの概念をお話ししようかと思いますけども。人っていうのは。これ多くの方ですね。あの、抹茶といって。 ギブアンドテイクが好きなんですよ。やってもらっただけは恩返ししたい。で、自分がやっただけは恩返ししてもらいたい。これはね、えー、悪い言い方すれば、帳尻合わせの人なんですよ。マッチャー、マッチングする人、マッチャーですよね。こういう方非常に多いです。全体の50%ぐらいこんな方じゃないかなと思いますよね。で、次にですね、テイカーですね。おいしいことは乗っかっていこう。おいしくないことはもう無関心でいようってね。ただ持っていくだけの人。得があったら持っていきたい人。こういう人が4割ぐらいいますよね。 えー、抹茶とテイカーですよねで残された10%はどんな人がいるかっていうとギバーなんですよギブする人与えるだけもう見返りとか考えなくてどうぞどうぞどうぞってやる人ですこういうのが情報発信者としての、まあ、あ信頼を集める人なんですよね ネットワークビジネスでもそうです。もうギブギブギブばっかりする人ってのは人が集まって信頼が集まってその方の紹介を受けたいっていうふうになるんですよ。その方からサインしたいってなるんですよね。だからネットワークビジネスがうまくいくわけなんですよね。すべてに共通しているのはこういうふうな3つの人種がいてマッチャーといってねやってもらったらやってあげたい。でやってあげたらやってもらいたいみたいなねギブアンドテイクが大好きな人。こういう人はあんまりうまくいきません。でテイカーっていうのがいます。持っていくだけの人。得だけしたい人ですね。 こういう人も当然うま,くいきま,せんうまくいく人ってギバーですよねいい情報を与えてくれる人とっても尽くしてくれる人信頼関係構築の力が強い人こういう人には多くの方が集まってきて多くのお金が集まってくるというね流れができるのは皆さんもねよくお分かりだと思いますさあ今日は誰の役に立ったでしょうかそれを振り返りながら一日一日を過ごしてみるとちょっと違った1億円のルートが見えてくるんじゃないかなと思います以上です